徳川秀忠。徳川秀忠は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将。江戸幕府の第二代征夷大将軍。天正七年四月七日、1579年5月2日、徳川家康の三男として、東東海国浜松に誕生する。母は、即室の西郷局。母の実家、三河西郷氏は、徳氏一族で、室町初期には、 三河守護大を務めたこともある名家でり、当時も三河国の有力な国人であった。乳オーバー曲によって養育される。同母帝に関ヶ原の戦いで活躍した松平忠義がいる。秀忠が誕生してから5ヶ月後に長兄、信康が切腹している。実刑である秀康は豊臣秀吉に養子として出され、後に結城氏を継いだため、母親が、 三河国の名家出身である秀忠が実質的な生死として偶されることになった。長丸、秀忠の存在が注目されたのは、家康と秀吉の講和条件として、秀吉の妹である朝日美、朝比姫、朝比姫を家康に嫁がせることになった時である。同時代の資料では確認できないものの、三河後風土記や、武徳変年修正にはこの時家康が、 朝日姫が家康の幸運でも着手とはしないこと、長丸を秀吉の人質としないこと、一万一、家康が死去しても秀吉は、徳川領五カ国を長丸に安堵して、家督を継がせることを条件にしたと伝えられている。天正十八年、1590年1月7日、小田原政伐に際して、実質的な人質として上落した。 これは秀吉が初代名の祭祀を人質に取るように命じた天正十七年九月のいわゆる祭祀人質令を受けての措置であるが、秀吉は長丸の上落を猶予しているのに対して家康から長丸を上落させる希望を述べており、さらに上落後も秀吉に敗越し、織田信夫の娘で秀吉の幼女、小姫、春馬サインと修言を挙げた直後の月二十五日には、 秀吉の許しを得て帰国しており、ただ異名の祭司とは別格の待遇を受けている。この上落中の1月15日に、秀吉に敗越した長丸は剣服して、秀吉の返帰を受けて秀忠と名乗ったとされ、徳川美希、秀吉から豊臣生を与えられる。ただし、同年12月に、秀忠が再度上落した時の過重寺春豊の日記、春豊記。 天正18年12月29日上には秀忠を御朝と称しており、秀忠の元服と一時廃慮は同日以降であった可能性もある。なお、翌天正19年1591年6月に、秀吉から家康に当てられた書状では秀忠を自重と称しており、この時には元服を終えていたと考えられる。また、秀吉の幼女、小美目。 春魔サインとの婚姻については、小美めの実父である信夫と秀吉が仲互いして信夫が上風されたことにより離縁となり、翌天正19年、1591年に7歳で病死したとされる。ただし、当時は縁組の取り決めをすることを終言と称し、後日正式に腰入れして婚姻が成立する事例もあることから、婚約成立後に信夫の会役もしくは小美めの、 創生によって婚姻が成立しなか、可能性も指摘されている。その後、中納言に任官し、江戸中納言と呼ばれる。文禄四年、1595年9月17日には、秀吉の幼女、孔と再婚する。この年の7月には、秀次事件があり、孔の姉である、与ド伝書生のお獣が、秀吉後継者と確定したばかりの時点での婚姻である。 秀吉から、橋場の名字を与えられる。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いでは、東海道を進む家康本隊に対して、中仙道を進む別道隊を率いる役割を与えられた。進軍途中、信濃国上田城攻めを行っていたが、天候不順による、新発命令の遅れと興奮の遅れから、9月15日、新歴10月21日の関ヶ原本線に、 間に合わなかった。9月20日に、大津に到着した秀忠は、戦勝祝いと合戦地産の弁明をすべく、家康に面会を求めたが家康は、気分が優れないとして面会しなかった。翌日、または3日後に面会したと言われている。これには、坂木原康政ら家臣の仲介があったとされている。関ヶ原の戦いの後家康は3人の息子のうち、誰を、 後継者にすべきかお家臣を集めて尋ねた。本田正信は、結城秀康を推し、井伊直政と、本田忠勝は、松平忠義を推し、大久保忠近のみが、乱世においては、武勇が寛容だが天下を治めるには門徳も必要。自勇と門徳を持ち健常な人柄の秀忠様しか、いないと、ただ一人秀忠を推した。後日家康は、同じ家臣を集め後継者は、 秀忠だとすると告げた。慶長8年1603年2月12日に征夷大将軍について幕府を開いた家康は徳川氏による将軍職世襲を確実にするため、着南秀忠を右近の大将にするよう朝廷に創上し、慶長8年1603年4月16日に任命されたすでに大納言であり、父、 家康が左この絵大将への任官歴があったので、すぐに認められた。それまでの武家のこの絵大将任官令は、武家統領にほぼ限られ、正一大将軍による兼任が例とされていた。これにより、徳川家の将軍職世襲が、ほぼ内定し、また、秀忠の徳川宗家相続が揺るぎないものとなった。この時期の秀忠は、江戸右大将と呼ばれ、以後代々の徳川将軍家において、 右大将といえば、将軍家を次を指すこととなる。関ヶ原の戦いの論功交渉の名のもとに、豊臣御子の大名を最国に移した徳川家は、東海、関東、南東北を完全に抑え、名実ともに関東の政権を打ち立てた。ここによりとも、右大将家を崇拝する家康の願いが、現実のものとなる。そして2年後の慶長10年、1605年。 家康は将軍職を秀忠に譲り、秀忠が第二代征夷大将軍となることとなる。慶長十年、1605年正月、父、家康は江戸を立ち伏見城へ入る。2月、秀忠も関東、東北、甲信などの東北の諸大名を合わせて16万人の上落軍を引き出達した。3月21日、秀忠も伏見城へ入る。4月7日、 家康は将軍職事人と公認に秀忠の推挙を朝廷に創上し、4月16日、秀忠は第二大将軍に任じられた。これにより建前上家康は隠居となり大御所と呼ばれるようになり、秀忠が徳川家当主となる。この時、家康の三代に随行した板倉重政も除任された。徳川秀忠聖将軍の辞令、戦時。 三武家四巻の日記、一訓読文、将軍、秀忠は江戸城に居住し、駿府城に住む大御所、家康との間の二元政治体制になるが、本田正信らの補佐により、家康の意を組んだ政治を取った。主に秀忠は徳川家直轄領及び、不大大名を統治し、家康は戸様大名との接衝を担当した。大阪の役にも、家康と共に参戦して、 総大将となり、慶長20年、1615年の、いわゆる、夏の陣では、豊臣家重臣、王の春夫婦によって、本陣を脅かされた。豊臣家滅亡後、家康と共に、武家諸派と、近中並行家諸派となどの制定に努めた。なお、将軍就職の際に、源氏長者、小学院別当は譲られなかったとする説がある。 徳川三木にはなったと書いてあるが、これは没後遡ってのことだというのである。これが事実なら、徳川将軍で唯一源氏長者にならなかった将軍ということになる。現那2年、1616 16年に家康が死去した後は、将軍申請を開始し、堺忠代,代、土井都勝らを老中として、幕府の中枢を自身の側近で固め、 自らリーダーシップを発揮する。大名統制を強化して、福島正則ら多くの戸様大名を解役し、熊本繁華中の内紛である牛肩馬肩騒動を、さばいた。三人の弟を、尾張、紀伊、三戸に配置し、自身の子、忠永長に、駿が、とうとうみ、貝を与えた。一方、弟、松平忠てる、おいで娘婿でもある。 松平忠直や家康の防身、本田正澄を改役、廃るにしている。また朝廷に対しても、厳しい引き締めを行う一方で、娘の一人和子を、御水のお天皇に受大させた。また、鎖国政策の布石として、外国船機構を、平戸、長崎に限定させている。元下九年、1623年に上落をして6月25日に、散大すると、 将軍職を、着難、家光に譲る。父、家康に習って引退後も実権は手放さず、王募所として二元政治を行った。当初、駿府に引退した家康に習って、自身は小田原城で政務を取ることを考えていたようだが、結局は、江戸城西の丸、現在の皇居に移った。関英三年、百二十六年十月二十五日から三十日まで、 お水のお天皇の二条城への行行の際には、秀忠と家光が上落、廃絶した。寛永六年、1629年の死事件では、朝廷、自社統制の徹底を示し、寛永七年、1630年九月十二日には、孫の女一の宮が天皇に即位し、名将天皇、秀忠は、天皇の外籍となった。寛永八年、 1631年には、ただ長の領地を召し上げて、実況を命じるが、この頃から体調を崩し、寛永9年1月24日、1632年3月14日に皇居、去年54年、家光に対してとの遺言を残している、日付イコール旧歴、豊臣秀忠としての戦時表記に関しては、下村伊佐を、日本中世の方と、 経済1998年3月俗文書、類中間政界発行の論考による。法名は、大徳院勉教、連写徳、誉田日西大孤寺。墓所は、東京都港区の一角にあった大徳院、霊廟であったが繊細で消失し、昭和33年、1958年に、大徳院霊廟が増上寺本堂近くに移転改築された際、 塗装されていた、秀忠の遺外も霧ヶ野菜場で、ダビに付されて改装された。この際に秀忠の遺体の調査が行われたが、その遺体は、棺の蓋や、地中の小石等の重みにより、座下姿勢のままその衣服等と共に縦に圧縮され、畳んだ蝶賃のごとく潰れていた。圧縮により変形が、激しく、また骨が著しく分解され難化していたため、詳細な調査は、 不可能であった。毛髪等の調査の結果、秀忠の血液型は、大型で、四子骨から推定した身長は157.6センチメートルであった。また、かつての霊病室内には、宝刀が祀られていたが、こちらも、繊細で消失した。現在は、内室高手原因、甲と共に合祀されている。秀忠は、関ヶ原の戦いが、偉人であった。 彼は三万八千人の大軍を率いながら、わずか二千人が牢上する新州上田城を攻め、真田正幸の前に大敗を喫した上田合戦。この時の惨敗ぶりを、我が軍を大いに敗れ、首相参なし、列蘇生、関と記されている。この時の秀忠隊は、当時の官令により、作戦対象の信濃と合図に隣接する法地を持つ、徳川府大で構成でいた。 ただし、同時代資料には大規模な戦闘や、大敗の記述はなく、勝ったを起因とする、小競り合いがカフルに記されているのみである。秀忠が、上田城行為に時間をかけたこと、及び大敗したとされることについて、当初より、美濃方面に向かっていた、秀忠軍に対して、真田が巧妙に挑発し、それに乗せられた結果として秀忠は、関ヶ原の開戦に間に合わなかった。 大局への影響の少ない上田城にこだわった、秀忠は、肥料不足だった、武断派の榊原康政、大久保忠隆が、作詞の本田正信を仕切って、秀忠を、上田城攻撃に借り立てたといった図式が、小説等で採用されることがある。しかし、浅野家文書によると、秀忠に同行した、浅野長政に宛てて、中納言、新州口へ、相働かせ交換、そこもと、 五体義項へども御出陣皇帝、所持御意見、来意り行とあることから、家康の当初の命令は、新州平定であり、秀忠はそれに従っていたに過ぎない。真田家文書では、真田信之に対して秀忠は8月23日付の、書状で正行の籠る上田城を攻略する予定である、ことを伝え、小さ方軍に集結するように命じている。秀忠は小山を出陣してから、 緩やかに行軍し、上田攻略の前線基地となる、小室城には9月2日に着陣した。一方、寄阜城陥落が早かったことから、江戸の家康は戦略を急遽変更し、秀忠軍に上落を命じる死者を送り、自身も9月1日に出陣し東海道経由で、美濃の前線に向かった。しかし秀忠への死者の行帝が、豪雨による川の氾濫のため大幅に遅れ、 秀忠が実際に上落命令を受けたのは8日であった森田政宛秀忠てひ秀忠は急いで美濃に向かうが、当時の道幅の狭いア路が続く中仙道は大軍の行軍には適さない上に、その後も川の氾濫で陣馬を渡すことができないなど、悪条件が重なり、9月15日の関ヶ原改善に間に合わなかった。家康は秀忠が間に合わないと察するや、 徳川陣営において、秀忠を待つか改戦すべきかを協議した。本田忠勝は、秀忠軍を待つべしと主張し、井伊直政は、即時決戦を主張した。家康は、直政の意見を入れて、即時決戦することにした。秀忠は、基礎の孫ごについた十七日に戦勝報告を受けた。慶長十九年、六百十四年の大阪冬の人出陣の時、 秀忠は10月23日に軍勢を率いて、江戸城を出発した。関ヶ原の戦いの時の失敗を取り返そうと、24日に、藤沢26日に、三島27日に、清水28日に、掛川29日には吉田にまで至るという、強行軍を続け、秀忠が伏見城に到着したのは11月10日。 江戸から伏見まで十七日間で到着するという速さであった。このため、秀忠軍の将兵は疲労困憊し、とても戦えるような状況ではなかった。この時のことを、東大記では次のように記している。これを知った家康は激怒し、秀忠に軍勢を休ませて直行して進軍するように命じている。東大記では、月日に秀忠が岡崎に着いた 揃い人数、急度上落下遊戯を、露シ中救急ゆえ、グブヤから不相揃い、軽々式場休止、不可善と失跡する死者を出したとまで言われている。ところが秀忠は、家康の命令を無視して、11月2日には名古屋、5日には沢山にまで到着するという強行軍を続けた。このため家康は、大軍数理の皇帝しかるべからざるよし、 花肌ははお腹立であったと、寸覆記には記されている。慶長20年、1615年の大阪夏の、陣の直前に行われた、軍儀式では、家康、秀忠の双方が先陣を主張した。家康にとっては集大成であり、秀忠にとっては名誉挽回の後期であった。結局、秀忠が元として譲らなかったため先陣は秀忠が、勤めたが、 総攻撃が開始された5月7日、再撃戦となった天皇寺口で先陣を務めていたのは、家康であり、名誉回復を果たすことはできなかった。西三河の土豪からのし上がった徳川や松平屋は、三河での派遣が確立して後も、かつて同格であった、旧道派の豪族による反乱に悩まされ続けていた。そのような中で、 秀忠の母は、時氏一門の三河西郷氏の出であり、時頼忠のこの西郷ライオンを外する。三河西郷氏が、三河の旧四五代家として、下国城の戦国時代では、価格は高かったという。なお、完成重修書家府には、以下の記載がある、西郷士官第369。西郷正勝は、西郷局の外祖父であり、秀忠の祖祖父にあたる。よって、 秀忠は、足利氏の傍流である吉良氏の血を引くことになる。秀忠を、徳川三木では次のように評価している。このように、兄の信康や秀康、弟の忠義などは、武勇や知略に恵まれた名称と評価されている。事実、信康は武勇に優れ、秀康も秀吉にその人物を評価され、忠義も、関ヶ原の本線で、島津とよ久を打つという武法を挙げている。 それに対して、秀忠には、武勇や知略での評価は乏しく、またその評価ができるような合戦も経験していない。ただし、秀忠は二大将軍だったため、後半部分で秀忠は、温厚な人物だったと弁護している、人工強権と、儒教倫理上での最高の評価をしている。しかし、当の徳川家による司書でさえ、秀忠の武将としての評価は低かった。 それでも後継者となったのは、家康が秀忠を、主政の時代の主君にふさわしいと考えていたからだと言われている、家康は、党の体操の知性について記した、上磐西洋を読んでおり、上磐西洋には、主政は、創業より私という一文が存在する。父の路線を律儀に守り、できて間もない江戸幕府の基盤を強固にすることを期待されたのであり。 結果として、秀忠もそれによく答えたと言える。君下書法と、仏家諸法などの法を整備、定着させ、江戸幕府の基礎を固めたい聖者としての手腕を高く評価する意見もある。娘の和光、ゴミズノを天皇に嫁がせ、皇室を建成。また、C 事件では自社勢力を処断し、仏家政権の基礎を確立させた。家康没後は政務に意欲的に取り組んでおり、 家康が没した直後の元那2年1616 16年7月小倉藩主の細川忠興は息子、忠利にこの中、久保様を暇なくいろいろのお仕置きを押せつけられ、こう、最近将軍様は政務に余念がないと書き送っている。秀忠に将軍職を譲った後の家康がそうであったように、家光に将軍職を譲った後の秀忠も大御所として、 全面的に政務を見ている。作家の海音寺長五郎は、家康はすべて自分で決めた。秀忠はそれには及ばなかったが、半分は自分で決めた。家光はすべて重心任せであった。としている。徳川家綱、第四代将軍、徳川綱重、徳川綱吉、第五代将軍は孫。徳川家信、第六代将軍、松平清武は彦。 徳川家次第7代将軍は現存にあたる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。